皆さんこんにちは。教育 ICT の実践とノウハウをお届けする IT チャズ TV、 教育 ICT コンサルタントの小池です。神奈川大学の小坂井です。さて小坂井先生、はいはい、 ICT 導入においてここまでいったら成功っていう基準ってどこになるんですかね。成功の基準というのはないような気がするんですよね。もちろん導入してよかったねって感じる瞬間はあるんですけれども、一つのハードルをクリアすればまた新たなハードルが出てくるなんて、そんなもんなんじゃないでしょうか。まあ、確かにICT 導入成功事例と呼ばれている学校の先生ほど、いやうちなんかまだまだっておっしゃいますよね。はい、できることが増えれば増えるほど問題は常に出てくると思いますからね。そういった意味では ICT 導入の先進校が今抱えている問題点なども聞いてみたいと思ってます。はい、ということで今回のゲストをご紹介したいと思います。今回のゲストスピーカーはこちら、千葉明徳中学校高等学校の梅澤俊秀先生です。梅澤先生は前回2017年の9月以来2回目のご出演でいらっしゃいますよ。確か前回のご出演いただいた時は導入してまだ1年ぐらいだったと思うんですけども、若い先生を中心に授業に対するこう見方が変わってきたっていったような先生も出てきたっていうお話でしたよね。まあ逆にそのどのような変化があったのかっていったところがぜひお聞きしたいところです。はい、それでは行ってみたいと思います。ゲストスピーカーは千葉明徳中学校高等学校の梅澤俊秀先生。プレゼンタイトルは iPad 導入から3年、 ICT 活用によって学校はどう変わったかです。梅澤先生お願いいたします。どうぞ。こんにちは、千葉明徳中学校高等学校梅澤俊秀です。本校は iPad の導入が2017年になります。この春で3年を経過しました。この3年間で本校の学校がどのように変わったのか、そのことについて本日はお話をしたいと思います。今お話しましたように2017年度から中学生全体、そして高校1年生から iPad を導入し、昨年度2019年度で全校1人1台の iPad 環境を整備いたしました。また普通教室、選択教室を含め全ての教室に Wi-Fi やアクセスポイント、そしてプロジェクターの設置なども完了しております。本校では ICT の導入を授業改革と結びつけて取り組んでまいりましたが、現在どうなっているのかということについて、最初にこの2点についてお話をしていきたいと思います。一つは教師主導から生徒主体への ICT 活用への変化、もう一点は ICT を使った主体的な学びを獲得する授業実践への取り組み、この2つについては一層今学校の中で大きなテーマとして取り組んでいるところです。本校も最初は ICT の導入そのものに関心が高まっていましたが、現在は授業改革も次の段階を迎えようとしています。では3年間で学校はどのように変わっていったのかについて少し細かくお話をしていきたいと思います。まず ICT 機器の使い方は日常になり、大きな変化は感じられなくなっています。そのことは同時に、なんとなく学校の中に ICT 機器が定着すると同時に停滞感というか、そういう感じのものも学校の中に雰囲気としては出てまいります。一つの活用がパターン化していくということになるのではないでしょうか。そして新たな壁の存在に気づくのですが、これが普通になる、日常化するというところから、やはり新たな実践の必要性というものを私たちに気づかせてくれ、そして新しく入ってきた若い先生方とともに今このテーマに取り組んでいるところです。教育の質の転換、多様な形の学びについても本校は今取り組んでいます。千葉県にある普通の私立高校ですので、受験指導は欠かせません。しかし ICT を導入してからは ICT 活用も受験指導とともに学校の両輪として本校の特色を強めています。受験指導中心から
ICT による学習の多様性を認めるように変化してきたというところは非常に大きな変化ではないでしょうか。また教育の質の転換も校長の方でも強くアピールをしているところです。 ICT 活用を進むと教師の中にカラーが鮮明になっていくという一つの動きがあるように思います。 ICT を活用した授業を楽しい、効果的だと積極的に捉えて実践する教師集団が出る一方、従来のように受験に必要な学習内容を教えることがより重要だというふうに考えている教師も当然存在します。しかし大事なことは教師主導の授業内容を見直し改善する、そして授業はやはり教師と生徒で一緒に作っていくものである、この点を2つのそれぞれの立場で実践している先生方が共通に捉えていけば、学校の中はこれが融合してより一層発展をしていくものというふうに考えています。そして学校の中では具体的に言えばアクティブラーニングやグループディスカッション、そしてプレゼンテーション、動画作成、ペアワーク、さまざまな取り組みが進んでいきます。これらは互いに先生方の中で共有し合い、そして新しい取り組みとして発展を続けていきます。今多く行われているのはプレゼンテーションへの取り組み、そしてそこに必要なクロマキー合成の面白さ、あるいはグループディスカッションによる生徒の中での学び合い、そういったものが多く取り扱われているように思います。香港の教師集団の意識が変わってきたことも大きな要素だと思います。 ICT を導入して最近ようやく周辺の学校との違いが分かってきた教師もたくさんいます。学校の中にいれば当たり前と思っている ICT ですが、周辺の学校と比較すると本校はやはりそういう意味では ICT 活用は進んでいるというふうに思います。また教育の本質的な議論が日常化しているというのは以前の学校にはなかなかなかったことではないかなというふうにも感じています。そしてこれは非常に大きなことだと思いますが、先生方それぞれが自分の学校に責任を感じるようになってきたということもやはり本校がこの3年間 ICT を取り組むことで変わってきたことのように思います。ただここに今表示されているように ICT の研修会は盛り上がらないなというのが担当者としての正直な実感です。これは特に昨年度2019年度一層頑張らなければいけないと考えた私は研修会の回数を増やしました。もともと消極的だった先生方は一層頑張ってもらおうという気持ちで回数を増やしたわけですけれども、その結果として何が起こったかといいますと、やっぱりやっても意味はないかなというような、なかなかこの先生方の中に受け入れられない状態ができてきました。まあ、そんな気持ちの中でやる人はどんどんやるし、やらない人は全然変わらないのかなと思ったこともありますが、最終的には実は今年の春起こった新型コロナ感染の拡大による休校、そして本校ではオンライン授業をやったわけですが、そのオンライン授業の中で全ての先生方がオンライン授業に取り組めたということは昨年度のこういった研修会の賜物ではないかなというふうに思っております。さてもう一つ大きな点は、最近本校では若い先生方が増えてまいりました。この若い先生方による ICT 活用の活性化というものは一層学校の中に大きな影響を与えているように思います。これまでとは違う授業デザインによる授業実践、そしてその授業を公開することによって、それまで消極的だった先生方にもその面白さというものに気づいていただき、そして新たな一歩が踏み出せているように思います。これからギガで取り組む学校も多いと思いますが、ぜひ目的を明確にして始められた方がいいと思います。これは私が3年前に始めた時に一番強く感じたところです。確かにこの3年間苦労は多いですけれども、絶対にやってみる価値はあると思います。また私学の先生の中でこれからどうしようかなと思っている先生がいらっしゃいましたら、ぜひ最初に学校の中で手を挙げて積極的に取り組んでいただけたら嬉しいなと思います。その時は、
遠慮なく香港でもサポートしていきたいと思いますので、お声掛けをいただければありがたいです。では後編については、教師はなかなか変われない、そして新型コロナで ICT スキルは劇的にアップしたという、ちょっと不思議なタイトルで後編はお話をしたいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。授業で使えるツール活用講座、玉川大学工学部の小坂井です。はい、今ウェブカメラ手に入らなくないですか？ということで、今日ご紹介するのはですね、このエポックカムというアプリをですね、ご紹介させていただきます。はい、このウェブカメラがですね、全然手に入らないので、ふと思ったんですよ。スマホをウェブカメラにできないかなと思って、そしたらありました。はい、Android と iOS 両対応になっております。このエポックカムですね、無料版と有料版がございました。はい、でこちらですね、Mac や PC の方にドライバーをインストールする必要があるんですけれども、こちらの公式のウェブサイトの方からですね、ドライバーを入手して、インストールしていただいて、そしてですね、例えば Wi-Fi だとか、USB のですね、ケーブルとかでつないでいただければ使えるようになります。で、有料版とですね、無料版の違いというのは、 HD の動画が使えたり、デュアルカメラがサポートしたりですね、スマホの画面に広告はなしだとかっていったような形があるんですけれども、場合によってですね、お使いいただければいいと思うんですけれども、無料版でもある程度使えたりもするので、それでいいやっていう場合についてはいいのかなというふうにも思います。でテストしてみました。一応ですね、Mac 版はもともとマイクが使えないということで、 Windows 版もテストしたんですけど、やはりマイクの調子がよろしくないので、別途マイクは必要のようです。で、いろいろとですね、 Hangouts Meet とか Zoom、WebEx といったところを試してみたんですけれど、私側の環境ではですね、Zoom、Mac 版の Zoom についてはきちんと動作ができなかったってところがあります。またちょっとセキュリティ面についてはですね、不明な点もあるので、この辺は一応自己責任ということでお使いいただければと思います。はい、で三脚やスタンドがあればですね、そのままスマホをですね、ウェブカメラとして使えますので、結構こういったものはですね、何から用意していただければですね、このウェブカメラが足りないといったように世の中でもですね、なんとかしのげるんではないかなと思います。はい、いざって時にはスマホでカバーということですね、こちらのエポックカムのご紹介をさせていただきました。それではまた。はい、ということで千葉明徳中学校高等学校の梅澤俊英先生のお話をお伺いしたわけですが、いかがでしたか？はい、お話を聞いて改めて ICT の導入がゴールではなくスタートなんだということを改めて感じました。そういった意味ではまだスタート地点に立ててない学校にとっても大きな道しるべとなるようなプレゼンだったと思います。そうですよね。でまた、今日のお話の中ですごく印象的だったのが、 ICT を導入するようになって先生たちが日常的に教育の本質について議論するようになったっていうお話があって、これすごくいいなと思いましたね。そうですね、非常に面白い観点だなと思ったのが、意外な効果ですよね。 ICT そのものの効果っていうんじゃなくて、その ICT があったからこそ生まれる効果として、そういった再認識ができて、より教育が豊かになっていくっていったところはですね、非常に大きな発見だったと思います。そうですね、そういう意味でも実践校のこういったところを見習っていきたいですよね。そうですね。はい、といったところでお時間になってしまいました。 IT チャーズ TV は毎週水曜日の夜に配信しております。ぜひ YouTube のチャンネル登録をして来週もご覧ください。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。番組 MC は教育 ICT コンサルタントの小池と玉川大学の小坂井でお届けしました。 See you next week.